デームキャスリーン・ロンズデル、1903年1月28日から1971年4月1日は、アイルランド生まれの女性結晶学者、大英帝国勲章デームコマンダー勲章師、王立協会フェロー。1929年に、X 線と中性子散乱法で、ベンゼンの構造を確認し、1931年に、フーリエ・スペクトラル法で、 ヘキサクロロベンゼンの構造を確認した。女性科学者として最初に王立協会の会員に選ばれ、ユニバーシティカレッジロンドンの最初の女性の教授となり、国際結晶学連合の会長、イギリス科学振興協会の会長を務めた。アイルランドのキルダー県ニューブリッジに生まれた。5歳の時に家族とイングランドに移った。1922年ベドフォードカレッジを卒業し、 1924年にユニバーシティカレッジロンドンで修士号を取り、王立研究所のウィリアム・ヘンリー・ブラックの結晶学研究チームに加わった。1927年にトーマス・ジャクソン・ロンズデールと結婚し、3人の子供の母親となり、1934年まで育児に専念した。1934年に王立研究所の仕事に戻り、 1936年に博士号を得た。X 線による結晶の構造解析の先駆者でダイヤモンドの分析も行った。1945年に王立協会の会員に選ばれ、1949年にユニバーシティカレッジロンドンの科学の教授となり1968年までその職にあった。1956年に大英帝国勲章デー M コマンダーを受訓し、 1957年、デイビーメダルを受賞した。1966年に国際結晶学連合の会長。1967年にイギリス科学振興協会の会長に就任した。ロンズデールの名前から六方賞のダイヤモンドがロンズデイライトと命名された。ありがとうございます。